カレー南蛮とカレーうどんの違いはネギが入ってるかどうかだけなんだって。どうも、ごめんなさい。ゴージャスとこです、私が。そうですね。アーシスタントはよきゅんでーす。ネギが入ってるとカレー南蛮、ネギ入ってないとカレーうどん、それだけの違い。じゃあさ、人のところからネギ食べられちゃったら、うん、これカレーうどん。困っちゃう、ね、困っちゃう。あれ、カレー生だもん。でも早めにネギを食べたわけだよね。お気をつけください。大丈夫？どうしたの？なんか飲み物ないから。飲み物。あれ？飲み物ちょっと。ないかな？ちょっと。いや、私のもないよ。え？ちょっと。あ、でも今日さ、冷蔵庫見たら飲み物何も入ってなかった。どうなってんだ？クレイカー！どうなってるんだ！普通に呼んでくれよ。うん。なんで飲み物ないってどういうことだよ。どうしたの？飲み物欲しいんだよ、喉がイガイガになっちゃったから。そうだそうだ、飲み物が欲しいぞ。どうしたんだこれ。冷蔵庫入ってなかった？入ってなかった、何もなかった。あのね、今ね、ちょっとね、いろいろと出費がね、かさむ時期なのよ。え？悲しい話？いや、だからね、ちょっと飲み物追加補充できてないのかもしれない。困る困る。じゃあ何、ずっと飲み物ないの？いい声出せなくなっちゃう。いや、だから自力ちょっと自費で買っていただきたいなと思うよ。セルフ？やだやだ。マイセルフなの？だって2人とも。やだやだ。うん。だって結構ね、高収入じゃない？いやいやいや、本当に。本当に公園の水飲んでます。公園の水飲んで食べてるんです。はいはいはい。じゃあね、ちょっとね、こちらの画面をご覧ください。はい、こちらです。あら。何ですかこれ。サントリーなるほどクイズ2017、クイズ回答者の中から抽選で300名様かっこ総計3000名様に豪華賞品をプレゼント。こちらでね、クイズに答えて、応募して当たると飲み物がもらえるから。これだ。これだ。救世主現れた。これやばいやばい。ここで行こう。これでここでくれるかもしれない。どうすればいいんだこれ。ジャス君、じゃあまずは商品特典ちょっと見てみようか。まだあるの？下に行くと今回の商品、あれ、結構大量じゃんこれ。イオン6本、オランジーナ6本とか、プレモルとかもすごい。もうすぐ、もう束で来る、束で来る、束で来るぞ。お、ワインとかもある。美味しいワインまで。お、これは美味しそう。工場も見学したい。これはいつの日かしたい。別件でしたい。超気になる。気になっちゃった。はい、ということで、じゃあね、早速クイズに答えてみようか。クイズか。クイズするだけでいいの？いや、ちょっとクイズ得意だから。あ、そう。はい。絶対いけるよ。さあ、じゃあ、よく第1問、読んでみよう。じゃじゃん。1973年、サントリーは野鳥が〇〇のバロメーターであることを世の中にもっと広めていきたいと考え、愛鳥活動をスタートしました。以後、鳥が住みやすい環境を守るお手伝いを40年以上続けています。〇〇に当てはまる言葉は次のうちどれでしょう？優しいな、これヒントまで。野鳥が〇〇のバロメーター。1、生活。2、環境。3、植物。はい、何だと思う？ちょっと待って、難しくない？嘘でしょ、嘘でしょ。え、嘘でしょ。生活、生活じゃない？え、嘘でしょ。あ、野鳥だから、そのあれかな、あの環境という感じの。もうさ、なんか答えがさ、この質問の中にまず入ってない？なんか本当だ、鳥が住みやすい国語力だよね、王様。よくこれ国語の試験、こういうところを見なさいっていうのあった。やばい、間違うところだった。一応ヒント見てみる。一応一応、いや、ヒントわかりやすいのに。ヒントあるの？生活かもしんないからさ。ちょ、ヒントを見るね。押すよ。あ、これは、ほ、あ、もうすごい、ムービームービーもある。あ、こっち、あ、もう書いてある。これは、これは、もうこれ答えだぞ。しかも赤字で。閉じろ閉じろ、すぐ閉じろ、すぐ閉じろ、閉じろ。皆さんは見てください。競争率が上がってしまうぞ。皆さんはちゃんとね、自分で考えてくださいね。はい、ということでこれは2番だね。2番。絶対2番だよ。2番、ポチッとな。来ましょう。ポチッとな。おー。
ントリーの、これはなんだなんだなんだ、数字とかが出てきたぞ、大丈夫か、容器に関する環境に配慮した取り組みを 2R プラス B と言います。 2R は量を減らす、量を減らすね、繰り返し使う、リサイクル、ですが、B が意味する言葉は次のうちどれでしょう。バイオ、これは、2R、B はサントリー独自の考え方です、独自のバイオ。ちょっと待って、ヒント見ちゃいます。もうヒント一応何だと思う。プラス B、 容器はバイオだと思う。ボックスかな。おお、見てみようか、ね、よし、ヒントさあ、ここからしっかり書いてあるね。あ、下に書いてある、リデュースリサイクル、バイオ、環境にこれ植物由来の樹脂積極的に必要、戻して。じゃあどれだと思う？ちょっと難しい。バイオ。一択ですね。じゃあ1でいくよ。まあね、はい、バイオ。やった。これね、ヒント見れば誰でもできる。なるほどね、すごいね。優しいね。優しい。じゃじゃん、3問。第3問、サントリーでは次世代に丸の環大切を伝えるためのサントリー次世代環境教育、丸育に取り組んでいます。丸に当てはまる言葉は次のうちどれでしょう。さあ、ジャス君何だと思う。ここでも食育っていうの聞いたことある。あるね、でもサントリーは液体だから、水育、ということもあり得る、でも森、なんか水を育てるのは森だから森育なのかもしれない。なるほど。なんだ、ちょっと分かる。深いね。深いね。良きはじゃあ。なるの、丸の大切さ。水かな。じゃあ俺食育にする、食育。そう。じゃあ見てみよう。ヒント。ほぼ答え。ああ、水育だ。出てる、もう戻るぞ。でも後でちょっとしっかり読みたいのかな。そうだね、すごく、もう看板にドロップマークが。なんか神対応だ。お客さんも神様です、ね、ただ、ジャス君の読みはすごいね。ね、森からまず育ってるみたいな、ね、水はね、森から育つ。でも食育掘り下げ考えすぎた。じゃあ、水育。はい、はい、サントリーは野鳥を守る活動を通して森林保護活動にも取り組んでいます。今回その取り組みを皆様にお伝えしようと、ビューティーオブフォレストという映像を作成し、天然水の森の多彩な落ち葉で森に生息する野鳥、山鳥と丸々の姿を描きました。丸々に当てはまる言葉は次の字どれでしょうか。山鳥と丸々、ウグイス、ナベズル、キビタキ。これはどうしようもないの、ボケも出てこないの、これ。まあ、ウグイスがメジャーだよね。ウグイス、キビタキはあれ天然記念物のあれ、ね、あ、よく知ってる ね。ナベズル、ナベズルは鶴だね、多分ね。こんなでも写真はこれが、もしこれウグイスなの？ウグイスってでもさ、ちょっと緑がかってる。緑がかってる。これ、鳥としか、これ魚も魚としか判別しないから。寿司全部一緒だと思ってる。全部魚。ちょっともう、さあ、ヒント言いましょうか。ヒント何だと思う？ヒント言っちゃう？キビタキ。僕キビタキ。キビタキ。ユキは？じゃん。鍋ずるにしてきます。なんでかって、福島の体育なんとか。体育なんとか。あの時にキビタンっていうキャラクターが出たんだけど、キビタキから来てるやつだから。へー。じゃあ見てみましょう。はい、うわ。
うん、いいのかな、え、どっち、キビタキ、キビタキ、キビタキ、いいの、キビタキじゃない、あれキビタキだったらね、全然ピンとこなかったじゃん、キビタキ、戻って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 、キビタキ正解、正解、第5問、5問残り1問、最後の1問ですね、これはラスト問題、あ、ラス1ですよ、あ、本当だ、サントリーの企業理念は人と〇〇と響き合う、うん、その企業理念をもとに良き企業市民として最高の品質を目指した商品、うん、商品やサービスをお届けし、うん、世界の生活文化の発展に、うん、寄与することを目指しています。〇〇に当てはまる言葉は次のうちどれでしょうか。人と何々と響き合う、はっ、ん、私はなんかこれじゃないかなとか思うけど、なんでどこでヒント得た、なんか響き、響きよね響きが、まあまあそうだね、うん、これでもこの選択肢なかったら、うん、人とタンバリンと響き合うことだった、見てタンバリンなかったから、あ、違う、まあ、こうやって響き合ってユキは何だと思った、私はね、うん、自然かなと思ったの、ね、これはそうだと思う、これ、うん、人と自然と響き合うじゃなかったら、ちょっとなんかそのね、全然違かったりね、ライターさんをちょっとね、え、ちょっとそういう、え、違うのみたいななっちゃう、なんかキャッチーな感じがするよ、一回ヒント見ちゃう、一応ヒント見とこ、一応ね、うん、ちょっと自然、戻した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 、人と自然正解これはね、すごいハートにくる、うん、いい、後にズーンとくる、商品を開発するだけじゃなくてそういうところまで気を使ってらっしゃるのね、大手だね、素晴らしい、素晴らしい、ちゃんと考えて、うん、ありがとう、アントリーさあ、ということで、はい、全問正解かな、おー、うん、これで応募できるんだ、おお、ヒントがあってよかったな、うん、うん、もうほぼほぼヒントのおかげでここまで来たけど、ね、おーよし、はい、それでは早速応募してみよう、はい、全問正解おめでとうございます、ありがとうございます、うん、はい、サントリーなるほどクイズ2017をお楽しみいただけましたか、私超楽しめた、プレゼントのご応募は下記フォームに必要事項を入力の上ご応募ください、うん、ということで、うん、こちらに入力すればもう簡単に応募ができるみたいですよ、そうですね、うん、さあということでね、はい、こちらの、応募期間は、うん、2017年5月7日まで、うん、募集してるよ、はい、うん、みんなもね、どんどん応募してみてください、はい、さあということで、うん、ちょうどね、うん、喉が渇いてる時に、うん、いいこちらね、そうですね、うんうん、素敵な応募しましたね、はい、じゃあちょっと応募しますので、うん、この画面閉じてね、個人情報、個人情報からね。もう自分の家に届きますけど、ね。え、ちょっとスタジオにしてよ。持ってきますから。スタジオに2本ぐらい持ってきますから。2本？はい。さあこちらはですね、当選した際は、はい、ゴージャス動画で、うん、まあ当選動画を出そうかな。あら。まあもちろん、ね、当選しなかった時は、うん、察してください。まあ水と同じで流れていくという。うまいこと言った。はい、皆さんもね、はい、当選した方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひこの動画のコメントに書いて、コメントにね、当たったよ、うん、これ飲んだよって言ってくれると、でも味も聞きたい、味も教えて、はい、はい、ということで、はい、いろんなもの紹介していきたいと思いますのでね、はい、それからゴージャス動画よろしくお願いします、はい、本日はここまで、また次回お会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ、コンビニ行くだし、サントリー、サントリー、私も欲しい、買った方が早いぞ、自分みたいな怖い、うわ、へぇ、大丈夫、来た、攻撃、おぉ、ほら、すごい、そういうこと、このストーリーすごい、おぉ、え、これは、おお、あれ？狼姫だぞ